10年後。10年後ですよね、はい、僕は間違いなくカレー屋さんをやってると。いいね、カレー屋さん。カレー屋、僕ももう計画というか、はい、いろいろあって。見てください。ゆうきくん最後に一言。え、見てください。やめて。10年後皆さんはそれぞれどうなっていると思いますか、もしくはどうなっていたいですかという質問なんですけれども、これじゃ北村さんに伺います。はい、10年後。10年後ですよね、はい、僕は間違いなくカレー屋さんをやってると。いいね、カレー屋さん。カレー屋、僕ももう計画というか、はい、いろいろあって、カレー、コーヒー、古着が好きなんですよ。土地を買って3つに区分して、カレー屋さん、コーヒー、古着屋で2週間に一遍そのくくりを取れるような設計にして、そこでライブだったり、まあ、芝居だったりをやりたいなっていう計画を。ずっとめちゃめちゃ具体的だね。もうめっちゃ、ね、かなり具体的ですよね。はい、です。ここ最近ちょっと思ったのは、東京ではそれをやって、はい、で埼玉とかあっちの山の方でキャンプ場を経営しようかなと。すごい。そんなはっきり言っていいもんなんだ。僕も最近ずっと言ってる。でも力になってくれる人いるかもしれないからね。あ、確かに聞いたりとか。今着実に仲間を集めていて。そうですか。で、まあ、あと僕は、まあ、役者だったり音楽だったりやってるんですけど、僕も一個のことに生きれなくて、とにかくいろんなことをやってたい。確かカメラマンとか、まあ、監督をやりたいっていうのもあるし、本も書きたいしとか、もう全部この10年のうちに成し遂げてやろうとは思ってます。10年後にはまあ確実にじゃあカレー屋さんはやってると。そうですね、まあ、だからやり尽くした結果10年後ニートになってる可能性もあるけど、一周回って、でもそれぐらいなんかいろんなことやりたいなと思ってます。はい、ありがとうございます。さあ、残念ながらお時間となってしまいました。皆さん、たくさんの質問ありがとうございます。最後に伝わった情報あれだったんですか。かなり重要な情報です。多分ですけど、今のコメントが一番語気強かったんです。大丈夫ですか。迷いがなかった。ありがとうございました。さあ、北村さん、実はですね、このメインキャスト全員がこのように一度に会するという機会が今日が初めてなんですよね。そうです、はい、ということで、もちろんですね、撮影中も皆さんで撮影できなかったと思いますので、本日はせっかくですから皆さんでプレミアムイベント記念動画をセルフィーで撮影していただこうかなと思います。はい、では皆さん撮影位置にご移動をお願いいたします。動画お願いします。はい、お願いします。動画なんでしょう。東京リベンジャーズ4月9日公開です。ぜひ見てください。見てください。ゆうきくん最後に一言。え、見てください。やめて。はい、撮影終了ということでありがとうございました。マジで油断してたよ。さあ、それでは最後に配信をご覧の皆さん、そして全国の皆様へメッセージを。まあ、いいと思います。本日は、長い間ですね、楽しんでいただけたでしょうか。本当はここにたくさんのお客さんがいてくれる姿を想像して楽しみにしていたんですけど、まあ、残念ながら無観客となりました。なんかそういう世の中の中で、僕たちがこうやって今一度一堂に会して、この東京リベンジャーズという作品を世に打ち出せることをこう発表できる、なんかことが幸せですし、なんか今、映画だったり音楽だったりいろんなエンターテインメントっていうものがやっぱどうしても一番最後になってしまいます。それは仕方ないことですけど、僕たちは、とにかくそれを止めないべくというか、なんか少しでも皆さんに笑顔だったりとか、まあ、熱い思いだったりとか涙だったりとかいろんな感情だったり、なんかいろんな時間を、提供したい思いでこの作品も作りました。なんかいろんな要素が詰まってて、たくさんクライマックスがあるようなすごく、濃厚な作品になってます。なんか今の世の中に僕たちが届けたい思いだったりとか、その熱量みたいなものが詰まりに詰まっているので、ぜひともこんな世の中ではございますが、映画館に足を運んでほしいです。なんかそれをこう肌だったりとか、あの目だったり、いろんなところで感じて、なんか少しでもこの映画を見て、まあ冒頭にも言ったんですけど、なんか明日を少
少しでもこう楽しみに感じてもらえたら、明日だけではなく、さっき出た10年後だったり20年後どうなるかわからない世の中に少しでも希望を持てたら、とても嬉しいです、はい、今日はありがとうございました。東京リベンジャーズ。